皆さん、こんにちは。東京大学オープンキャンパス2020法学部説明会へようこそお越しくださいました。私は法学部長を務めております大沢豊と申します。これから30分ほどお時間をいただきまして、法学部へのいざないと題し、法学部の説明、紹介をさせていただきます。最初に、 本日お話しすることの全体像をお示ししておきます東京大学の場合、高校生の皆さんは法学部に直接入学するわけではありませんそこで、1で東京大学法学部で学ぶには一体どのようなプロセスをたどるのかまあ、入り口から出口まで大まかな流れをお話ししておきたいと思いますその後、2と3で 法学部ではどのようなことを、そしてどのように学ぶのか、ということについてお話をしたいと思います。なお、QR コードでお示しをしていますが、東京大学法学部ホームページに、オープンキャンパス2020特設サイトを設けておりますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。それでは早速、 東京大学法学部での学びのプロセスからご紹介することにします。東京大学の学部教育は大きく1、2年次の前期課程と3、4年次の後期課程とに分かれています。入学試験に合格して入学する皆さんはまずすべて駒場にある教養学部に所属してそこで前期課程の教育を受けます。 これは、特定の専門分野に偏らない幅広いリベラルアーツ教育、一般教養の教育です。もっとも、2年次からは部分的に後期課程の学部が提供する専門科目の授業も始まります。法学部の場合も、憲法、民法、刑法等の基本的科目の授業が2年前期から始まります。 そして、進学先学部が決まった2年後期には、より多くの専門科目の授業がこれに加わることになります。さて、今、進学先学部が決まった2年後期と申し上げました。前期課程では、2年前期が終了をした段階で、進学選択というものが行われ、学生の志望を踏まえ、後期課程の進学先学部が決まります。 法学部への進学が主として想定されているのは文化一類ですが理科系を含めた他の軽いからの進学も可能です実際かなりの数の学生が他軽いから進学をしてきています最近2年間の法学部進学者の前期課程の軽い別の内訳はそこにお示しをした表の通りです 法学部に入ってからですが、法学部では三つの類、まあコースのいずれかに所属して、専門科目の学習を進めます。進学後二年在学し、類ごとに定められた卒業要件を満たすと、卒業となります。卒業後の進路としては、大きく就職と大学院等への進学があります。 なお、卒業については、入学後、前期課程2年、後期課程2年、合計4年間の在学を経て卒業するのが標準であり、皆さんも大学生は4年間だというふうに思っているかもしれませんが、これとは別に法学部では、大学院への進学者等を対象とした、早期卒業の制度も用意しています。この制度を利用しますと、前期課程2年、 後期課程1年の合計3年間で卒業をし、さらに進学して勉学を続けるということが可能です。この制度は後でも触れますが、高科大学院進学促進のため、今後積極的に運用していくことが予定されています。卒業後の進路についてもここでご紹介をしておきます。お示ししたのは、昨年2019年3月に卒業した 360名の卒業者に関するデータです。一番多いのは民間企業への就職で、これに続くのが地方官庁まあ何々省とか何々庁とつくような官庁ですが、を中心とした国家公務員への就職です。進学では本学の法科大学院、まあ、正式には大学院法学政治学研究科、 放送養成専攻という難しい名前がついていますが、この法科大学院への進学が一番多く、他大学の法科大学院に進学する方も一定数存在しています。法科大学院というのは、後でも出てきますが、裁判官、検察官、弁護士のような法律専門家、法律実務家を養成するための専門職大学院です。 その他の大学院というのも書かれていますが、その他の大学院として多いのは、本学の公共政策大学院と、それから大学院法学政治学研究科の総合法制専攻です。総合法制専攻は、主として法学政治学の研究者の養成を目的とする。この点で法律実務家の養成を目的とする法科大学院。 放送養成専攻とは目的をことにしていますその他というのがかなりの割合に上っていますがそこには家庭学習者のほか進路不明者が含まれていますここからは法学部の中身に入ることにいたしますまず 高校生の皆さんにとって非常にわかりにくいと思われるのは、法学部とは一体何を学ぶ場なのかということかと思います。法学部と聞いて連想するのは一体何でしょうか。比較的多くの方が思い浮かべるのは六法と呼ばれる分厚い法令集かもしれません。 そしてその延長上に思い浮かぶ法学部の勉強のイメージというのは、六法の内容、そこに収められた条文を覚えることかもしれません。この連想の先に生じるのは、法学部なんて何が面白いのだろうという疑問かと思います。しかし、今挙げた法学部の勉強のイメージは全くの誤解です。 写真を見てもお分かりの通り、六方のボリュームというのは、これは半端ではありません。写真の中で一番小型のポケット六方というのが映っていますが、これはまあ大学での授業用に使われる六方ですが、まあこれですら優に2000ページを超えます。これらの内容をすべて覚えるなどということは、およそ不可能ですし、 また仮にそれができたとしても、後で述べますように、あまり意味があることではありません。では、法学部では一体どんな勉強をするのか。まあ、試みに、東京大学法学部規則というものがありますが、そこに定められている教育研究上の目的というのを見てみたいと思います。何と書いてあるか。 法学と政治学を中核とした教育研究を通じて、幅広い視野を備え、法的思考と政治学的指揮権の基礎を身につけた人材を養成する。まあ、こう書かれています。これによると、本学部で身につけるべきものとされているのは、幅広い視野、法的思考、政治学的指揮権、この三つだということになります。 では、法的思考を身につけるとは一体どういうことでしょうか条文を覚えるということとは少し違いそうです。法の役割ということから考えてみましょう。人はそれぞれに様々な利害や欲望を持っています。そのような人が共同で生活を営む現実の社会では、どうしても 避けようもなく、さまざまな事件、紛争というものが起こってきます。この事件、紛争を解決するためのルール、これを定めるのが法の役割です。そのことに照らしますと、法をその役割に即して使えるようになる。その使い方がわかるようになる。そのためにはどうしたらよいか。 ということを考える必要があるかと思います。私は先ほど、六法の内容を覚えることにあまり意味はないと言いました。それはこういうことです。一方で、現実社会では、条文には直接定めのない事件、紛争も起こります。どうしてかというと、 現実社会で起こる事件・紛争は千差万別その多様性は無限ですからそのすべてをあらかじめ想定して解決の在り方を条文に定めておくなどということは不可能です。また現実社会というのは絶えず変化していますからある時点で完璧なルールを作れたとしても時の経過とともに 法律を作っったた、時点ででは想定できなかったそういう新しい事件、紛争が起こってくるということも避けられません。そうすると、その解決には、いくら条文を覚えていても、それだけでは役に立たないということになります。他方、もう一つ、条文の抽象性と書きました。条文があっても、その文言は多かれ少なかれ抽象的で、 具体的な事件や紛争が条文に定める場合に当たるのか、条文を文言通りに覚えているだけでは判断がつかないということも少なくありません。この点でも、いくら条文を覚えていても、それだけでは役に立たないということになります。そうすると、法を使えるようになるためには、条文を覚えることよりももっと大切なことがある。 ということになります。ここから一つ具体例をお示ししてみたいと思います。少し難しいかもしれませんが、私の専門分野である刑事訴訟法の例です。刑事訴訟法には、犯罪の捜査を規律する基本的な規定として、 お示ししたような197条1項という条文があります。何と定めているかですが、捜査についてはその目的を達するため必要な取り調べをすることができる。ただし、強制の処分はこの法律に特別の定めのある場合でなければこれをすることができない。まあ、こんなふうに規定されています。そして、この条文のただしと書かれているただし書きによれば、 強制の処分というものについては、この法律、つまり刑事訴訟法に特別の定めがある場合に限って許される、特別の定めがない場合には許されないということになります。ここで問題となるのは、特別の定めがないとこれをすることが許されないとされている強制の処分とは一体何かです。 ざっくりと言って、古くは物理的な強制力、まあ有形力を用いる処分が強制の処分だと解釈されてきました。刑事訴訟法に実際に規定されている強制処分、そう言われてもわかりにくいかもしれませんが、例えば容疑者を逮捕するとか、家宅を捜索して証拠物を差し押さえる。これは 現に刑事訴訟法が規定している代表的な強制処分ですけれどもこのような強制処分は今言ったような有形力の行使を伴うという特徴を共有しているだからまあこういう伝統的な解釈が出てきたわけですところが時代が進んで科学技術が発達する一方で社会や人々の意識が変化し プライバシーのような新しい権利が定着をしてきますと問題が生じてきました。有形力の行使を伴うことなく個人の重要な権利、特に新たに定着してきたプライバシー権のような権利を制約するようなそういう捜査手法が登場してきたからです。早い時期に登場したその代表は何かというと電話の通話傍受。もうちょっと言えばあ盗聴。 とででもも言うべきものです電話の通話傍受はこっそりと行われ、有形力の行使を伴いませんから、古くからの理解に従えば強制の処分ではない。したがって、刑事訴訟法の特別の定めがなくても行うことができるということになりそうです。しかし、この条文の目的に照らしたとき、それで良いのかということに疑問が呈されることになりました。 そこで登場してきたのが新たな解釈です。強制の処分とは個人の意思に反してその重要な権利利益に制約を加えて行われる処分を言う。そういう解釈が解かれ次第に有力となっていきました。これによれば電話等の通信傍受も強制の処分にあたり特別の定めがないとすることが許されない。 という規決を導くことが可能となります。実際そのような解釈を前提に、電話等の通信傍受については、立法、国会が動いて、それを許すための新たな法律が作られるということになりました。こうして強制の処分の新たな解釈が定着しましたが、実はそのもとでも問題は 次々と新たに生じてくることになりました。その代表例が GPS 操作の扱いです。GPS 操作とは、操作対象者が使用する自動車等に GPS 端末を取り付け、その所在を検索して移動状況を把握する。そういう操作手法のことを言います。これも相手方の意思に反して、 個人のプライバシーを制約するもので強制の処分の新しい解釈に当てはまるようにも見えますしかし昔々から捜査官が行ってきた代表的な捜査の一つ尾行捜査は個人の位置情報を把握しますが誰もこれを強制の処分だと考えてはきませんでした 微行によって把握される行動上の所在は人に知られることは当然でプライバシーとして保護に値する利益ではないと考えられてきたのです。ここで GPS 操作については操作官の微行操作と同じに扱うべきなのか区別して扱うべきなのかという問題が生じます。ここでの問題は 強制の処分という法の解釈ではなくて、むしろ GPS 操作の操作手法としての特性をどのように理解するかでありますが、この点をめぐっては、強制処分に当たるとする見解と当たらないとする見解とに考え方が分かれ、議論が生じました。結局、最高裁判所の大法廷の判決が現れ、 一定の GPS 操作の特性の理解を前提にこれは強制処分にあたるしたがって新たな立法をすることが望ましいまあそういう判断がされて一応の決着を見て今日に至っていますさて刑事訴訟法の最先端の話を駆け足で紹介しましたので分かりにくいところがあったかもしれません。ししかし法といいうルールーを用いて 現実社会に生じる問題、現実社会に生じる事件、紛争を説得力ある解決に導くという課題にとって、条文を覚えているだけではダメで、既存の法をその趣旨、目的を踏まえて解釈、運用する力が求められる。その一方で、事件、紛争の問題の所在を洞察する力も求められる。さらに、 すべてを解釈で処理すればよいわけではなく、既存の法の限界を見極める力、そして望ましい新たなルールを構想する力が求められることもある。そういうことが多少ともお分かりいただけたのではないかと思います。このような知的作業を担う力を養うことこそが法的思考を身につけるということです。そのためには、 現実社会を洞察する幅広い視野と法に対する体系的に整理された深い理解が求められます。具体的にどうしたらよいかということですが、〇〇法という名前のついた現代日本の実定法処分野を広く学ぶことももちろん必要ですが、その特色や限界も含めた深い理解のためには法の歴史的背景を学ぶことや 外国法を学び、それと比較すること、法の哲学的、思想的背景を理解することも重要です。本学部では、そのような基礎法学と呼ばれる分野を含め、多様な事業科目のメニューを用意して皆さんをお待ちしています。法学部で学ぶことに関して、もう一つ見逃してはならないことがあります。それは、本学部の教育研究には、 法学だけではなく、それと並んで政治学という柱があることです。このことは法学部規則に政治学、政治学的指揮権という言葉が用いられていることにも表れていますし、少しご紹介した法学部のコース制において、第三類として政治コースというコースが設けられていることにも表れています。 しかも政治学は決して第三類だけで学ばれているわけではありません。後にもお話ししますように、法学系の第一類、第二類でも政治学を学び、政治学的識権を身につけることが求められています。このように法学部で学ぶこと、学べることは一般にイメージされているよりもずっと広いということは、ここで強調しておきたいと思います。法学に関して、 法的思考を身につけるための学習は、実定法の諸分野に限らず、基礎法学を含め幅広いものであるということをお話ししました。さらに、法学部の学びには政治系の科目も加わりますし、直接お話ししていませんが、経済系の科目も数多く展開をされています。ところで、政治学とは何か、何を学ぶのかということも、法学とは何かと同程度に、 あるいい、いはそれ以上にに難しい分かりにくい問題です。政治家になるための勉強だと誤解されることもありますがそうではなく人が共同生活を営む現実社会において構成員に共通する公共の利益を追求して営まれる政治という現象があるその現象を多角的に分析し客観化して認識するこれが政治学という学問分野です。 本学部で展開されている政治系の授業科目を示すと、えー、ご覧の通りです。科学的と申しましたが、歴史、比較、理論、実証等様々なアプローチがあり、それぞれに対応する授業科目が開をされています。毎年刊行される授業科目のほかに、特定の先端的な課題について、単年度で行われる特別講義、 が多いことも政治系の特色です。さて、残りの時間を使って法学部でどのようにして学ぶのか、その教育学習の仕組みについてお話をすることにします。すでに何度か言及しましたが、コース制が取られており、3つの類、まあコースが設けられているところです。第1類、これは 工学総合コースで多様な進路に対応して自主的に工学を広い総合的視野のもとで学習するコースです。実定法科目に重心を置きながらも政治系や経済系を含め幅広くバランスの取れた学習を行います。このコースには公務員を目指す人のための公共法務プログラムと国際的ビジネスやマネジメントを目指す人のための 国際取引法務プログラムという二つのプログラムが設けられています。次に第二類は法律プロフェッションコースで裁判官、検察官、弁護士のような高度な法律専門職を目指すという具体的な進路を想定した法学分野の特別コースとでも言うべきものです。第三類は先ほども触れた政治コースで 政治系科目を中心に幅広くバランスの取れた学習を行うコースです。法学部の学生はこの3つの類のいずれかに所属して学習を進めます。類ごとに定員はなくどの類に所属するかは本人の選択によります。実際の状況は表にお示しをしたとおりです。昨年度と本年度に法学部に進学した学生が 実際にどの類を選択したかを示しています。なお、類が異なっても憲法、民法第一部、政治学は全ての類に共通の必修科目とされておりいずれの類においても法学と政治学の両者にまた渡る基礎的素養を身につけるということが学習の基本とされています。それは法と政治が相互に連関しつつ現実社会を支えている。 法のもに政治が行われ、政治によって法が作ら,作られる、そういう現実社会の仕組みに照らせば、十分に理由のあることかと思われます。次に、法学部の授業についてお話しします。授業科目は、基幹的な科目から発展的な科目へと、段階的に無理のない学習ができるように配慮した配置がされています。 特に機関的な科目の授業の多くは体系的知識の習得に重点があり、履修者も多いことから大教室で講義形式で行われます。写真でお示しをしているのは、法学部の一番大きな教室での授業風景です。このような大教室の講義については、法学部はマスプロ講義ばかりで、教員との距離が遠く、学生同士の人間関係も希薄で、 無味乾燥、味気ない、と言われることもあります。しかし、少なくとも3年次の後期以降、選択科目が多くなってきますと、講義も中小規模の教室に移って、そこでは教員との距離もぐっと縮まります。また、法学部では、10から15名程度の少人数で行われる演習、まあ、ゼミですね。 事業とししてて大変重視しています、えー、写真はある演習の風景です。演習は担当教員を含め参加者が一つの机を囲み、報告者の報告をもとに参加者全員で討論し、主体的に学習を深める、そういった場です。一つの文献を参加者全員で分担しながら精読したり、 参加者が個人またはグループでテーマを選択し、そのテーマについて調査、研究結果の報告を行い、それを踏まえて全員で討論するといったような形式が代表的なやり方です。講義とは異なった高い学習効果が期待をされますことから、すべての類で演習の単位習得が必修とされています。演習はまた担当教員や学生同士、 親しい人間関係を構築できる場でもあります。本学部では毎年約80名いるほぼ全ての教員が多彩な演習を開講しています。お示ししているのは本年度の S セメスター、つまり直近の楽器に行われていた演習の題目をランダムに拾い上げたものです。もちろんこれが全てではなく数で言うと半分弱だとお考えください。 演習は、リサーチペーパーと呼ばれる小論文の作成に取り組むきっかけとなる場合もありますし、教員の学識や人格に触れるとともに、学問研究の面白さに目覚め、より深い研究を志して大学院に進学するきっかけとなることもあります。教員も非常に力を入れて取り組んでいるところです。現在、法学部が力を入れている取り組みをいくつかご紹介いたします。 一つは学部教育の国際化です。法学部というと法も政治も国を単位としていますからドメスティックな印象を持たれるかもしれません。しかし法学部卒業生が進路とする産業界、寛解、法送界等ではいずれも今日劇的な国際化が進行をしています。そこでは国内だけではなく 国際的に活躍できる人材が求められるようになっており、このような状況に対応できる教育プログラムの整備に力を入れているところです。具体的に行っている取り組みをいくつか挙げてみました。大きく2つの柱からなっています。1つの柱は事業において法学政治学という専門分野の外国語と触れる機会を増やすということです。 具体的な取り組みはそこにいくつかお示しをした通りです。もう一つの柱は、海外留学の奨励促進です。この点では、掛け声だけではなく、留学しやすいような具体的な仕組みを整備するということに取り組んでいます。実際の実績等はお示しをした通りです。力を入れている取り組みとして、もう一つご紹介しておきたいのは、 法学部と法科大学院との連携による放送、つまり裁判官、検察官、弁護士のような専門法律家を養成するための教育の充実・強化です。これは国による制度改正に対応した取り組みであり、やる気のある優秀な法学部学生がこれまでよりも早く放送資格を得られるような仕組みを整備しようとするものです。 裁判官、検察官、弁護士のような専門法律家になるための教育機関としては、最初にお話ししたような法科大学院、これは学部卒業後に進学するものですが、法科大学院が置かれており、専門法律家となるための国家資格、国家試験である司法試験の受験資格は、原則として法科大学院の修了者に与えられる、そういう仕組みとなっています。 このような仕組みのもと、一体何をするのかというと、えー、枠のところに書いてありますが、一つは法学部に法科大学院との連携のもと、法科大学院進学のための基礎的法学教育を行う放送コースというものを設置する。そして、法科大学院では特別選抜制度を設け、優秀な放送コース修了者を 法学奇襲者コースに受け入れる。学部の放送コースにおいては、学部3年修了時の早期卒業による法科大学院進学を推進する。まあ、こういうことによって、法学部と法科大学院を合わせた放送養成教育の期間を、これまでは4プラス2の6年間であったところを、 3プラス2の5年間に短縮可能とする。まあ、こういう取り組みであります。これまで、法科大学院修了後でないと受験できなかった司法試験を、法科大学院在学中に受験できるようにする。それによって、法科大学院修了直後,直後から司法収集を開始できるようにする。このような司法試験制度改革と組み合わせることで、 これまで大学入学から7年9ヶ月を要していた放送資格取得までの期間が最短では6年に短縮されるということになります。本学でもこの放送コースを設け来年4月の法学部進学者から実際の登録をスタートします。現在その準備を進めているところです。以上で 花だ雑白ではありますけれども、法学部紹介を終わりといたします。最初に申し上げましたが、法学部のホームページでは、オープンキャンパス2020の特設サイトを設けています。教員から高校生の皆さんへのビデオ,ビデオメッセージのコーナーなども設けておりますので、ぜひご覧をいただきたいと思います。ご清聴に感謝いたします。ありがとうございました。